はい、皆さんお疲れ様でした。今日は昨日のヤフオクの続き、昨日間に合わなかったね、264番までしか出してなかったです。でその後269番まで5匹ぶっ飛んでるねすいません。やっぱり長時間やると集中力が欠けるんで、番号間違ったりが結構あったりしますんで、ごめんなさい、ご迷惑をおかけします。269番のベールテール、この子はね、バタフライ、これいるときはいるけどいないですよ。もうちょっとテール欠損があるんだけど、綺麗な子です。ぜひチェックしてみてください。そして最後はジャイアント、280番まで、269から待って、だから11匹だけか、11匹だけかな、わずか半身、
たいでも、はい、やり直しです。借稼ぎするなんて申し訳ないです。はい、こんばんは、高知熱帯魚サービスの膝だけです。お疲れ様でした。今日は商工会の女性部青年部50周年記念式典にお呼ばれして出ました。僕の前にこの人に会長がいるおいしゃれ、いい時俺ら5時の懇親会から行くとかマメか、俺が出発ということで、まあまあ僕が10代目の高知県連の会長だったんですけど、すごいなと思いましたよ。僕が会長やってた時に、副会長やられていた方が今の会長なんですよ。で、4代目が今青年部は20代目の会長なんですよ。すごいなと思いました。恐るべし全国の女性の皆さん、恐るべしじゃない、女性のパワーはすごいですから、あなたのパワーがあるのを元気に。ไอ้ไทยฟรีอยู่ไอ้ทีมฟรีอยู่ต้นหน่อยอ่าปิดทีเบสใช่มั้ยจะคงปิดทีเบสแล้วมันจะขึ้นได้ยอรอชิคุณไม่ได้ไม่ได้ไม่มีสัญญาณมันก็ขึ้นไม่ได้อยู่ดีขึ้นได้เพราะว่าใหม่ลูกค้าเท่าไหร่ไม่ขึ้นโดนได้